ちゃんです。いつもありがとうございます。今日は車麩の生姜焼きを紹介します。お麩って栄養がないと思っている方もいらっしゃると思いますが、実はタンパク質が豊富に含まれているんです。そして保水性が高いのでお腹の中で膨らんで少量でも満腹感を得られるので、ダイエットにもおすすめの食材です。ただ今回の生姜焼きはご飯が進んじゃうので食べ過ぎには注意してくださいね。それではクッキングスタート。
ああ、ご飯欲しい。